何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨウテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですがあの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様。希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。早速ストナソウを探してみよう。ここにも話し合うか。ストナソウを探すのはこいつらを倒してからだ。
これに違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。隠れ家に戻って妖手に渡そう。クライブ、ちょいと頼みがあるんだよ。ウェイド卿に野菜の種を渡したくて。イーストプールは当面の間食料の確保が問題になるだろう。もちろんうちからも支援をするつもりだけど、ゆくゆくはあの村で食料を作らないと暮らしていけない。それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知ればベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ああ、いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないかウェイド卿に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ、よろしく頼んだよ。ああ、わかった。食べ物を作ると言っても。おや、クライブ様、今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。これはありがたい。今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして、種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた。ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを。ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。何事だ？先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来
警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか。俺も手を貸そう。だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる。どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド卿や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどここを、この村を手に入れた。違うのかい？イーストプールはあんたたちの村だ。家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る。そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ。いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい？ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら、自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を。武器をください。私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。私にも戦わせてください。私に武器を。そうだ、俺たちだって戦えるんだ。そうだろ。やれよ。そうだ、やってやるさ。イーストプールを守るぞ。おありがとう、マーサさん。うん、話は後だ。みんなのためにも私らが戦う姿を見せなきゃね。うん、ええ。頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全体守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか。はい。チリジリに戦っても被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。
戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド卿、あなたは後方に回り、この作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は俺に任せろ。なるほど、やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド卿も。それじゃ、私らも行こうか。いつでも行きますぜ。そろそろか。来い。全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした。リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな、宿場も近いぞ。ウェイド卿、戦況は。戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド卿は周辺の敵を頼む。承知しました、クライブ様。どうかご無事で。次は俺も戦います。力を貸すぞ。片付けろ。
やったか。イーストプールに戻ろう。それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった、イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして。これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。随分と頼もしくなったな、クライブ様。私は思うのです、ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルヴィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として、同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド卿。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド卿、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ。あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか、スティルウィンド・シッチの任務のこと。あなたにお供し、万族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時クライブ様は強大なモルボルを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです、いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですが、これからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか、あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド卿、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください、クライブ様。さまざまなお力添えをありがとうございました。ではまたな。
待ってたよグライブ。今回は本当に助かった。届け物どころかアカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。ならここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ受け取っておくれ。ありがとう。いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしてもああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな。聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおいき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。来たと思ったら、ヨーテ、ストナソーを取ってきた。足りるといいが。クライブ様、ありがとうございます。これほどあれば当面は持つでしょう。そうか、よかったよ。やはりお二人はよく似ていらっしゃいますね。御身の危うさも厭わず人のために尽くされる。
そういう兄弟なんだ。いろいろと心配をかけるな。いえ、クライブ様、どうか御身お大事に。人は生きてこそのものですから。ああ、分かってるさ。